小金寺海原深くくくりたれば、いやまし太く怖くありな。侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られる。
叔父上が生きておいででよかった。教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。決して。勝負しろ。このまま逃げてもいいんだぞ。Alek Bolchich, he was a traitor.
ユナだ。よし。デン、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。モーコが捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、かねたの入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あとでタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を寄せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？
近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。坂は苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。坂は盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやる。いました。よるな。生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。坂井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。
見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。Here you. Chiharu! まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきた。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。こっち。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが、多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば、鍛冶屋の男を見た。若くて、ヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。
よかろう。まずは鷹を救い、それから叔父上だ。ジン、鷹ならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後、二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私と鷹がいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。
吉野ゆり、宿の者なら先生の所在を知っているはず。どうだって、王子の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれてるとさ。また遠心の横話か。お侍、まさかあなたも。お侍、生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあ、いつものことですけどね。あの、先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。まだ
と早く始めてればな。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても、先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ、わからんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。いさかいがあったか、調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な伊織。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。もうこの殺すな。Let's go! Let's 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 go! Let's
ったタヌキだな。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。血の跡、わずかだが。死者はおらぬな。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが駒田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたか分かるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず。心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておく。手前にある灯籠を狙ってみろ。的が遠ければ矢は落ちると言えるし。次は奥の灯籠だ。左だぞ。集中せんか。今のは肩慣らし。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。やはり早まったかの。ご安心を。次は必ず。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば駒田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。
松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。まだだぞ。今だ、やつらをメイドに撃て。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。縛られ矢の的にされたか。巴は待て。これは巴のもの。あたりを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。
確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島のものです。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。